どうも皆さんこんにちは。アリステレスの1ミリもためにならない授業のお時間がやってまいりました。本日の単元早速ですが、こちら、なぜスロッターは当たるとタバコに火をつけるのかについて授業していきたいと思います。これは全国の女子中学生約1000人にアンケートを取ったところ、約 98% がよくわからないと答えていました。まあやっぱりよくわからない領域なんでしょうね。早速授業の方に移りたいと思います。まずはじめにスロットをどうやって打っているかによるんですけれども、大体、まあ、50枚、まあ、今だと46枚貸しのところがね多いんですけれどもね、それで、右手で、コイン入れます、左手で打ちます。で、当たってない通常時っていうのは、コインがやっぱ減っちゃうんですよね。減ってくんで、何が必要かというとコインを入れる必要がある。コインを入れる必要があると、右手でコインを入れながら左手で打つ。で、この作業が必要になるんですよね。で、まあ右手だけで打ってる人でも、まあ左手でコインを整えて、まあ揃えて、あの、棒金みたいなね、整った状態にしてね、コインを入れるっていうのがやっぱ多いんで、まあ両手を使っちゃうんですよ、通常時っていうのは。で、当たると、溜まって増えるんですよね、これ、不思議なことに。で、コインが増えるんで、補充をする必要がないと。補充する必要がなくなると、右手だけで打てるよってなると左手でタバコを吸えるので、ライターカチカチっと、これが気持ちいいんですよ。今日の授業のまとめ、スロットを打つときは通常値両手を使う、当たると片手で打てるようになる、イコールタバコを吸えるようになる。なのでスロッターは当たるとタバコに火をつけるんですね。これ分かったかな。これでね、まあね、 98% の女子中学生も報われるんじゃないかということで、今日の授業終わりたいと思います。それじゃあまた次回の授業でお会いしましょう。じゃあね。おいおいおい、ちょっと待ってよ。俺は天才だよ。なんでだよ。到底より小さいな。歴史とはまた繰り返すものである。